非常用の照明もついていない。真っ暗だ。今魔法で明かりを。待ってください。この暗闇が何者かによって故意に作り出されたものだとしたら、わざわざ居場所を知らせることになる。敵も手強くなってきた。形勢が不利になるのは避けたい。今ここで明かりをつけるのはやめておきましょう。わかった。マニュアルによれば、緊急脱出用キーが収容所内のセキュリティボックスに入っているはずだ。探してみよう。あっ、しリドルさん、声を抑えて。おや、この辺り床に何か液体が飛び散っていますね。妙にヌルヌルしているんだ。うっかり踏んでしまって転びそうになったよ。これは一体何だ。そうだ、魔法でマントを大きくしてテントのようにすれば。それ、アズール、僕のマントの下にお入り。遮光性が高いから布の下では明かりをつけられる。なるほど、では失礼して。明かりをつけるよ。床にタールのようなものがべったりと。これはファントムがまとっているブロット。見てください、リドルさんの足元にスティウクスのスタッフがつけている ID カード用のベルトが落ちています。ベタベタだ。カードは抜き取られてるね。というか、このベルトの持ち主はどこへ。この状況、ファントムが ID カードを持ち去ったと考えるのが自然です。そして明かりを落とし、僕らが明かりをつけたらそれを目印に仕留めるつもりで。想像よりかなり頭が回るようですね。この暗闇の中で ID カードを持ったファントムを探すのは無理だ。まずは照明のスイッチを探そう。いえ、このまま敵を探しましょう。なんだって。暗闇に潜んで相手の不意をつくんです。相手はすでにケージの外に出ていますし、床に点々と目印を残している。僕は深海育ちで暗いところには慣れています。すでにかなり目が慣れてきました。ナビゲートはお任せください。わかった、今回は君を信用しよう。行きましょう。リドルさん、いたかい。十字の方向、ケージの裏に逃げ込みました。出てきたところを仕留める。合図は任せたよ。わかりました。今です。くらえ。直撃だ。畳みかけましょう。ID カードです。これでようやく先に進めますね。しかし、最後の言葉が行かないでとは。僕たちをずっとこの場所に閉じ込めようとしていたのか。ゾッとするね。なんだ。何かが収容所の入り口を破ろうとしています。ジューピーター、許せ。まさかタイタンズマグマか。どういうことだ。雷帝の槍を食らったというのにピンピンしてるじゃありませんか。ここで迎え撃つしかない。急いで準備を。雷帝の槍は僕が。アズールは収容所のドアに氷でバリケードを作り、少しでも時間を稼いでくれ。わかりました。氷よ、扉を覆い尽くせ。雷帝の槍起動。操縦者認証、全魔導回路および安全装置のロックを解除。照準サポートモードで起動します。照準をタイタンが出てくる場所に合わせて。みるみる氷が溶けていく。なんてパワーだ。待たせたね。時間を稼いでくれたおかげで
槍の準備は完了したよ。ジュピター許せ。今度こそお前の首をはねてやる。リドルさん、あと一息です。雷帝の槍のバッテリー残量が低下しています。残り 10% です。充電ステーションに設置してください。今度こそやりましたか。わからない。でもさすがに仕留めたと思いたいね。ディドルさん、まさか今の戦いでどこかに深手を。大丈夫だ。でも魔力と体力の消耗が激しい。ブロッドもかなり溜まっている。マップによればあと数回下れば格納庫があります。そこで休憩を取りましょう。ああ、そこなら雷帝の槍も充電できるはずだ。行こう。雷帝の槍は充電ステーションに置いたよ。でもフル充電を待つ時間はなさそうだ。1時間ほどしたら出発しよう。念のためドアの前には氷でバリケードを作りました。これでしばらくは安心でしょう。もうここから一歩も動きたくない。僕もだよ。学園にいる人たちは僕らがこんなことになっているなんて考えもしないでしょうね。それどころか学園に戻って今日のことを報告しても誰にも信じてもらえそうにないよ。悪い夢でも見ていたんだろうって笑われそうだ。本当に部活の先輩があのジュピター財閥の関係者で嘆きの島の番人で、さらには世界をリセットしようとするだなんて現実味のなさすぎる話です。でもこれが現実なんですよね。イデア先輩たちにとってはこの悪い夢のような状況が現実で、学園生活の方が現実味のない夢みたいなものだったのかもしれないね。目を覚ませばすぐに忘れてしまうような。ええ、そして僕らの現実を取り戻すためには彼らの夢を壊すしか道はない。彼らと争うのは心が痛むかい。まさか。橋を渡るには通行料、夢を叶えるためには犠牲がつきものだ。それが美しい声なのか金や時間なのか、それとも他人の夢なのかは時と場合によるでしょうが、僕には叶えたい夢がたくさんある。一つだって諦めるつもりはありません。学年主席、モストロラウンジ2号店、配送事業、テーブルウェア販売、ホテル経営、レジャー事業、それから、こら、アゼル、なんで僕に寄りかかって。おお、寝てる。タコは警戒心が強くて繊細だから、こんなところでは眠れないんじゃなかったの。夢を叶えるには犠牲がつきものか。あ、な、何事です。外から轟音が。まさかまたタイタンか。雷帝の槍の充電は現在充電は 30% 完了しています。まだ3分の1しかエネルギーが溜まっていない。それでも何もないよりはいいはずだ。持って行きましょう。わかった。
行こう。